はい、いくかつです。今回は寒い季節にぴったりの手袋を折ります。折り紙1枚で両手分の手袋が作れますよ。簡単なのでぜひ作ってみてください。この動画以外にも帽子付きの雪だるまや長靴の折り方なども配信しています。概要欄からチェックしてみてください。それでは作っていきます。折り紙を半分に切ります。このうちの1枚を使います。縦と横に折り筋をつけます。少し折り上げます。裏返します。左右の辺を折ります。折り筋で折ります。裏返します。左下の角を斜めに折り上げます。左下の辺を中心に合わせて折り、折り筋をつけます。今できた折り筋を使って折り広げます。指の部分の角を少し内側に折ります。裏返したら完成です。浮き上がるのが気になればテープやのりで留めてください。もう片方の手袋を作る場合はこの手順で逆に折ってください。柄付きの折り紙で折ったり、シールを貼ったり、好きな絵や柄を描いたりしてオリジナルの手袋に仕上げてください。寒い時期にぴったりの手袋、簡単にできて可愛いですよ。ぜひ作ってみてください。材料です。今回の動画以外にも鬼の顔やおたふくなど季節の制作に役立つ折り紙なども紹介しています。概要欄をチェックしてみてください。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。